三沢ジョージは、地方競馬の浦和競馬場会場、沢塚酒舎所属だった元騎手である。弟弟,弟子に、茂田健一がいる。元埼玉県騎士会会長。幾度もナアグランプリの優秀騎手賞を獲得した、浦和競馬を代表する、ベテランジョッキー。重賞優勝回数は少ないが、2003年に、行われた第1回、佐々木武美カップジョッキーズグランプリでの優勝が光る。 1978年9月29日付で地方競馬騎士免許を取得。同年10月19日にレース初騎乗。同年11月14日に初勝利を挙げる。中央競馬では1995年3月26日にスプリングステークスでスター・ギャラクシーに騎乗するため中山競馬場に遠征し、同日第一競争の4歳未出走戦で、 オッシレーターに起乗したのが初起乗である。2001年1月22日の浦和競馬第1競争をピアポイント号で制し、地方競馬通算戦勝達成。2001年9月26日、大井競馬場で行われた日米友好ジョッキーズシリーズに出場し、12人中8位となる。 翌2002年9月26日に行われた同シリーズでは12人中11位となる。2003年1月28日、川崎競馬場で行われた佐々木武美カップ第1回ジョッキーズグランプリに出場し、総合優勝を果たす。2004年の第2回、2005年の第3回にも出場した。2008年2月12日、 浦和競馬第一競争の4歳二組条件戦をワンダータキシードで優勝し1796戦目で地方競馬通算1300勝を達成。2017年8月31日をもって引退したことが発表された。地方通算成績は13524戦1504勝2着戦311回3着戦247回。 勝率11.1%、連帯率20.8%、中央競馬36戦霊勝2着1回3着3回。ありがとうございます。